はい、マジで、AI 男性層、チャット GPT に新たな資格としてトゥルース GPT のリリースが分かりました。はい、こんにちは、こんばんは、カンゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回はですね、アメリカの方の FOX ニュースの方で4月の17日に公開された内容の中、インタビューの中にですね、新たにイーロン・マスクさんが、トゥルース GPT っていうのを発表したっていう内容をお届けしようかなというふうに思います。はい、はじめにです。カーゴの方ではチャット GPT の勉強会やっております。ご興味のある方 LINE 登録してもらえれば勉強会の案内をお送りさせていただきます。で、LINE 登録した後に勉強会に興味ありっていつ送ってください。その方にですね、勉強会のご案内をお送りさせていただいてます。もちろん無料です。はい、で今回ですね、真技術を追求する AI ということで Truth GPT っていうのについて、お話しようかなというふうに思います。はい、こちらの方の内容なんですけどね、アメリカの方で FOX ニュース4月の17日に公開された、インタビューの内容の中で、先ほどお伝えさせていただいた Truth GPT というのを発表されたということなんですね。こちらが実際にこう流れてたインタビューの映像の内容なんですけど、僕ちょっと頭から最後まで全部ちょっと見てみてね、で、まあ、ちょっとまっとうにまとめた内容を、今回ちょっとお話ししようかなというふうに思います。はい、でまずですね、冒頭で言ってた内容なんですけど、まあまあまあ、要は書簡を送ってね、でその一方でね、イーロンさん、まあ、前回のちょっと動画でもお話してたんですけど、 AI の開発のためにね、約1万個の GPU 購入して、で自分ところでちょっと、ね、AI 開発していくぜみたいなんで X.AI っていうね、なんか新規事業をちょっと設立したりとかして、まあ、Google さんのね、スタッフの方をこう、連れてきたりとかして、今現状ではそういう形で動いてるんですけどね。で、まあ、この中で、なんでそんな、会社を設立したのかっていうところをちょっと言ってて、ちょっと面白かったのが、まあ、オープン AI 社、まあ、チャット GPT ですね。まあ、クローズドソースにしてるやんってね。ところを言ってたんですね。で、まあそこで出てきたのがやっぱりね、はっきり言ってたんですけど、マイクロソフトと密接な関係してるから、まあ不公平やんって。で、みんな追っつくために待っとけやみたいな感じで、なんか言ってたんですよね。まあ、だから要は不公平さにものすごい疑問を感じてるっていうことを言ってらっしゃいましたね。で、まあまあ、対話型のね、AI をめぐっては、まあ、マイクロソフトしかりなんですけど、まあ、Google も、まあ、参入してきたりとか、で、まあ、大手の、まあ、Amazon なんかもね、開発に乗り出したりとかしてて、本当に劇的なね、今、競争になってるわけなんですよ。で、まあ、そんな中ね、まあ、Google のこともちょっと触れてたんですけど、まあ、Google なんかも、ラムダ何にも見せてへんやんって。なんでここまで、クローズドやねん、みたいな感じで言うてはったんです。ただ、その一方ね、ラリー・ペイジさんっていうね、Google の創設者の人、なんか親交があるみたいで、めちゃめちゃね、仲良かったらしいんですよね。で、ラリー・ペイジさんの家まで遊びに行って、遊んでたりとかするっていう仲だったらしいんですよ。泊まりに行ってる時にですね、ラリー・ペイジさんと話をしてる時に、まあ、デジタル界の AI の神を作り出そうぜみたいな感じで語り合ったらしいんですね。で、まあ、それも、まあ、Google の初期のぐらいの頃に、まあ、お互いが多分開発者っぽい、エンジニアだったんで、お二方ともね、その中で多分話してた内容だと思うんですけど、で、そんな感じでね、Google と、まあ、イーロン・マスク、まあ、いろいろ話してたらしいんですけど、まあ、ここで言ってるイーロン・マスクさんはね、まあ、Google はあまりにもちょっと大きくなりすぎたと。で、まあ、ここまで巨大になってくると、なかなか難しい、方向転換とかも難しいでしょうし、ね、実はね、皆さん気づいてないかもしれないですけど、Google の検索エンジンっていうのは、はなからもう AI が入ってるんですよね。なんで、例えばよくよく言われるね、バードとかどうこうって言われてらっしゃる内容があるかもしれないんですけど、実はもう、Google ってもう先行して AI やってるんですよね。検索エンジンの中に入ってるんで、
でそこがまあ AI が判断してで処理をしてで出せるっていうところもあるので、まあ、結構ね Google も先進としては先進だっていう感じなんですね。で、あと、まあ、ここで言われてる、まあ、いわゆるその、オープン AI 社のことにも言ってたんですけどね、やっぱり、マイクロソフトとくっついてやってて、商売があんまや、商売してて、これあかんやろ、もうこのままいったら独占されるで、みたいな感じで言ってるんですよね。だから、結局、イーロン・マスクさんがここで言ってるのは、なぜ自分ところがオープン、AI として、XAI っていうのを立ち上げたのかっていう理由を言ってた内容が、まあ、そこにあるらしいです。全部クローズドにすることによってお互いの競争力もなくなるし、でここはやっぱり人類みんなにやっぱり提供する内容のものでしょうっていうことで喋ってらっしゃいましたね。でそこでお話出てきた内容っていうのがこの第3の勢力っていうことで Truth GPT っていうものをそこで言ったんですね。で Truth GPT っていうふうに言うのに、まあその宇宙の本質を理解しようとする AI を始めていこうと思いますみたいな感じで言ってたんですよ。なんかあ、は？みたいな。ちょっと意味わかりませんよねみたいな感じなんですけど。まあ、要は、まあ、宇宙っていうのは広くて、やっぱり未開発のところだとね、そこを追求すること自体が、やっぱり AI に求められる本当の真意ではないか、みたいな感じのこともあってで、Truth GPT っていうのを提案して、名前ネーミングつけたらしいんですけど、ただただね、この Truth GPT っていう名前ね、まあ、イーロン・マスクさん結構ね、仮想通貨で、ちょっと、ね、一悶着いろいろ、ね、騒動を起こしたりとかする方なんで、まあちょっとまあなんて言うんでしょう、トゥルースっていうなんか暗号、まあ、仮想通貨をね持ってはるんですよ。でそれを通じて資金提供してもらうような感じの予定ですみたいな感じでやってて、なんかちょっと前面にね仮想通貨出てきてるっていうね、まあなんか感じのところとかもあってで、なんかまあこの人ちょっとやっぱ食えないところがあるのかなっていうのはちょっと思います。はい。であと、まあ、前半もそうですけど、後半に至ってもそうなんですけど、このインタビュアーの方がね、いろいろこう、喋ってらっしゃるんですけど、そんな中で、一つ、結構重要視してる内容のことも言ってて、まあ、長期的な、自律的なその内容で開発していかないといけない。なぜならば、短期的な内容でいくと、政治家とかが出てきたりとかすると、これを利用されて、いろいろな問題が出てくることを懸念しているっていうことを言ってらっしゃったんですね。要は、まあ、政府とかね、まあ、日本でも結構動き出してますけど、これをなんか仕切られて、で、まあ、政治的利用としてで何かをやられたりとかすると、AI っていうのはちょっとあかんくなるんじゃないみたいな感じのことを冒頭でもちょっと言ってらっしゃってましたね。で、あと、もう一つ言ってたのは、その AI 自体が人間に近くなるっていうところを、このインタビュアーの方気にしてらっしゃるみたいでね、美的内容なんかわかんないだろうって。もうそういうところってもうこれが美しいとか綺麗とかって判断なんか AI にはできないだろうっていうちょっとね哲学的な感じのねなんか討論的なところになってたところもあるんですけど、まあその辺もねイーロン・マスクはまあその辺は美的感覚っていうのも作っていってどうこうしていこうねみたいな感じの話はちょっとしてらっしゃいましたね。はい。ということで、まあ、トゥルース、GPT っていうのをリリースするっていうことが判明したんですけど、中の内容っていうのはまだ、まあ、リリース時期とかどういうことで、どういうふうな形のものっていうのはちょっと分かってません。で、今後の内容につきましてもね、例えば、まあ、AI の現状をここで言ってみたりとか、トゥルース GPT のことについて触れたり、で、AI と人類の未来についてもお話しされていたりとかしてて、で、今後はっていうお話になってたんですけど、まあ、実際にこの今後のトゥルース GPT、もう唯一言えることっていうのは、まあ、Google さんだと Bard って出してきます。今現状で OpenAI 社の方が、ChatGPT 出してます。で、この TrueGPT っていうのはオープンソースであって、みんなにパブリックに使ってもらいたいねっていうので開発していく内容でもあるということもあって、やっぱり、ここは一番、第三の勢力としては結構来るんじゃないかなというふうに思います。やっぱり大元はね、まだオープン AI 社に、資金提供とかも、イーロン・マスクさんされてらっしゃったりとかする内容と、あと立ち上げにも関わってる内容もあるんで、やっぱがっつりその辺の資料というのもまだ自分で保有されてらっしゃると思うんで、まあ、チャット GPT に並行するような形のものは出てくるんじゃないかなっていうことはちょっと思えるのかなというふうに思います。はい。
ですね、まあこんな感じで皆さんのビジネスの方を応援しております。今基本的にはちょっとね、ジェネレティブ AI 中心でちょっとお話ししてるんですけど、皆さんもこれ、聞いていただいて、まあ、自分のビジネスに使っていただいたりとか、まあ、今回のお話はねちょっとねお話のネタみたいな感じになってるかもしれないですけど、こんなんもちょっと取引先のところとかでちょっとおしゃべりしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回の動画は以上になります。はい、どうもありがとうございました。